あなたが言ってることとあなたが言ってること、視線や表情、身振り、言語以外のさまざまな振る舞いを介して伝達される人と人が交わす思いやメッセージ。NTT コミュニケーション科学基礎研究所では、こうした人と人のコミュニケーションを自動分析する技術の開発を進めています。マルチモーダル会話シーン分析システムは、全方位カメラ、マイクシステムを用い、そこで得られる画像情報から各人の顔の位置と向きを求めるため、パーティクルフィルターによって高速に顔を追跡します。またマイクの音響信号から音声区間検出技術によって人の声とその到来方向と発言者を確定します。本システムはこれらをリアルタイムに処理してモニタリングすることができます。そしてこれらの情報を統合して、誰がいつ誰に向かって話しているか、誰が最も注目を集めているかなど、どのようなコミュニケーションが行われているかを推定します。社員一人一人が取り組めることを各グループで話し合えってことなんだけど、発言者には赤いマークが表示されています。出席者全員が発言者を注目している様子が矢印と円によって表現されています。今発言者は全員に語りかけているようです。パノラマ画像や俯瞰画像、クローズアップ画像を自在に切り替えることもでき、場の雰囲気や発言の注目度、それぞれの表情などを思うがままに確認することもできます。個人的には気をつけてることってありますけどね。個人的には、そしてこのような会話シーンの可視化はリアルタイムでは遠隔会議システムなど、記録された会話の可視化は映像議事録システムなどへの応用が考えられます。 NTT コミュニケーション科学基礎研究所では、さらに表情やジェスチャー、声のトーンなど、さまざまなマルチモーダル情報に基づいた会話シーンの分析にも取り組んでおり、人文科学なども含めた各分野とも連携しながら、新しいコミュニケーション科学分野の創造発展に寄与していきます。